こんにちは、卓球センター .jp の浜畑です。今日は初中級者さんに向けて足の動かし方っていうのをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。まずは皆さん動くときに行きたい方の方向と一緒の足を出して打つっていう方が多いんですけど、基本的には両足で動いてから打つ、動いてから打つっていうのを基本の足の動かし方として身につけてもらいたいと思います。なのでフットワークの練習の時に行きたい方の反対の足からキュッて打つ、キュッて打つっていうのを練習したいと思います。では実践してみます。足の動かし方なんですけれども、基本的には反復横跳びの足の動かし方です。蹴って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 いう風にいきたいと思います。皆さん動くときに一歩で行って一歩で行ってっていう方が結構おられるんですけど、基本的に一歩で行ってしまうと次のボールが取りにくくなってしまうので、両足で打った後に常に蹴れる体勢にしてフットワークするっていうのが大事になってきます。では、簡単なフットワークの方法として、フォアで3点動く時の足の動かし方をやってみたいと思います。で、フォアを打ちました。で、行きたい方反対の足から蹴って動く、蹴って動く、で次右に行きたい時は左の足から蹴って両足戻す、蹴って両足戻すっていう風にフットワーク練習をしていただきたいと思います。でまずは3点であまり激しく動かなくてよくて、細かく足の動きだけ簡単に意識してフットワーク練習するっていうのを意識してやってもらいたいと思います。両足打って蹴って打って蹴って両足で両足でっていうのを意識して動いてみてください。ありがとうございました。